ご視聴ありがとうございます。今回のシリーズでは、1980年代から1990年代にかけて、黄金時代を築いた、あのセガの誕生物語について、全4回に分けて紹介させていただきます。コペン公式ブログにも、この動画の記事が掲載されていますので、ご興味のある方はぜひご参照ください。よろしくお願いいたします。今回は、外資系企業として誕生したセガが、やがて国産の会社に変わり、セガの中高の祖とも言われる中山隼夫さんによって、ビデオゲームで頭角を表し、やがて任天堂と家庭用ゲーム市場で、戦いを繰り広げるまでの、物語をご紹介させていただきます。セガの始まり。セガの始まりは、終戦から6年後の1951年に、二人のアメリカ人によって、日本で創設された、レメイヤース・チューアート社から始まるんだ。セガは、会社の成長とともに、社名がたびたび何度も変更になりますので、この動画では、わかりやすくするために、セガで統一させていただきます。セガの最初の事業は、在日米軍基地へ、ジュークボックスや、スロットマシンなどの娯楽機械を、納入するビジネスからなんだ。あれ、台東の創業当時に、似ているような。そうだね、台東は、1950年に、日本初の国家自社製造を、足がかりに、1954年に、ジュークボックスの販売を、開始したことが始まりだからね。台東もセガも、米軍基地への、娯楽機ビジネスから始まった会社なんだよね。この2社は、ルーツが同じなんだね。当時米軍基地は、日本各地に点在していて、セガは全国を飛び回り、米軍相手のビジネスで、順調に成長していくんだ。そして、設立から3年後の1954年には、社員も100名を超え、社名も、サービスゲームズへと、社名を変更し、さらに3年後の1957年には、サービスゲームズジャパン株式会社になるんだ。現在のセガという名前は、この頃のサービスゲームズの、サービスの SE と、ゲームスの GA から付けられたんだ。それで、セガなんだね。しかし1950年代末頃になると、朝鮮戦争の影響もあり、日本から米軍基地が減少し始め、ジュークボックスなどの娯楽ビジネスも、民需への転換が迫られるようになるんだ。そしてセガは、米軍基地から、バーや喫茶店など、飲食用や娯楽施設などの民需へ、販売先を切り替えていく。飲食業からの販売先開拓も、台東と同じだね。そうだね、台東は、飲食用などの販売網を、活かして、後に喫茶店で、スペースインベーダーが大人気になるからね。セガの中高の祖、中山隼夫さんについて、セガの成長にとって重要な人物となるのが、中高の祖と呼ばれている、中山隼夫さんなんだ。中山さんがいなければ、1980年から90年代に、セガは、黄金時代を迎えることができなかったかもしれないね。ここで、中山隼夫さんの生い立ちについて、少しご紹介させていただきます。中山隼夫さんの幼少期。中山さんは、1932年5月に、東京都江東区亀戸の、海洋への子として生まれるんだ。この頃は満州事変の翌年だから、日本が、第二次世界大戦に向かっていった時代だね。中山さんの家は、祖父の代から医者の家系で、父親は江東区の亀戸で、医院を開業していたんだ。幼い頃は、下町の雰囲気あふれる環境の、中でのびのび育つことに。医者とはいえ父親は、事業に強い興味を持っていて、様々なビジネスに手を出したりしていたという。幼少時にこのような父親の、姿を見て育ったことが、その後の中山さんの起業家精神に、大きく影響を与えたかもしれないね。そして太平洋戦争の、開戦。戦争が始まると、中山家は、千葉県の稲毛に疎開し、その後戦況が厳しくなったため、さらに会津に疎開することに。そのため中山少年は、疎開先の福島県喜多方中学校に、入学するんだ。時代の空気から、周囲の子供たちの中には、軍国少年が続出していた中、いつも冷めた部分を持つ少年だったため、なかなか周りの空気に馴染めなかったという。そして中山少年が旧制中学の、2年の時、終戦を、迎えることになるんだ。疎開先から東京に戻った中山家は、父親が当時の、国鉄大久保駅前に、医院を開き、中山青年は、東京の豊玉高校に、進学することに。中山さん、ジュークボックス業界に、入社。高校を卒業し、医者の後継者だった中山さんは、医科歯科コースを持つ、千葉大文理学部に進んだものの、在学中に医者への道に、疑問を持ち始め。大学2年の秋、ついに父親に、親父、俺は医者には向いていない、別の道を探すよ。と父親に宣言すると、何、代々続く医者の家庭を、見捨てるのか。お前は感動だ。と家庭内感動とでも言った状態に置かれ、援助を打ち切られてしまうんだ。生活に困った中山さんは、様々なアルバイトを、しながら自分の道を模索していくことに。そして、最後に決めたのが、貿易の仕事だったんだ。中山さんは英語が得意だったので、英語が活かせる仕事として、ジャパンタイムズの求人広告の、中から選んだのが、V&V 社だったんだ。V&V 社の入社が、後にセガとの出会いになるとは、この時の中山さんは知る由もない。1960年代の、ジュークボックス業界。この頃のジュークボックス業界の、御三家と呼ばれていたのが、中山さんが入社した、V&V 社と、セガ、
そして対等なんだ。この時代にジュークボックスの輸入販売をしていた主な会社は、現在の会社名で、セガや対等、ユニバーサルエンターテインメント、そしてコナミなどなんだ。あね、コナミも商売していたんだね。その後、セガや対等、コナミは、ゲーム事業へと。一方のユニバーサルは、その後パチスロ機や、パチンコ機などの事業へと、大きく商売の方向性が、分かれていくんだよ。事業への主軸を、ゲーム機にするか、パチスロ機やパチンコ機にするかで、その後の事業展開が大きく、変わっていったんだね。中山さん、ジュークボックスビジネスへ。中山さんは、東京都港区芝公園3丁目の、マソニックビルの地下にある、V&V 社に入社することに。V&V 社は、ユダヤ人のブイレンスキー兄弟によって、創設された会社なんだ。確か、対等も、ユダヤ系ロシア人の実業家の、ミハイル・コーガンさんが創業したような。そうなんだ。戦後日本ではユダヤ系の、外国人が、なぜかビジネスを、始めることが多いんだよね。V&V 社に入社した中山さんは、ジュークボックスの販売や、契約のため、日本中を飛び回ることになるんだ。1960年代前後は、ジュークボックス市場が急成長していた頃で、販売先を広げるために、中山さんはブイレンスキー社長に、営業部を作ることを提案する。社長、ジュークボックスビジネスは、まだまだ伸びますよ。そのためにも、営業部を立ち上げて、販売網をもっと広げましょう。そうだな、中山くんに任せるよ。ということで、社長からの許可を得た中山さんは、早速営業社員を、4人採用すると、その陣頭に立って業績を、飛躍的に伸ばしていったんだ。この頃から、中山さんのビジネスマンとしての、能力が開花していくことに。セガ、スロットマシーンの開発。一方のセガも、ジュークボックスビジネスで業績を、順調に伸ばしていて。セガの経営者は、会社の製造部門と、営業部門を分社化した方が、効率がいいのでは。ということで、1960年には、販売部門と製造部門を、独立させ、ジュークボックスなどの販売や、リースを主にする、日本娯楽物産と、製造を目的とする、日本機械製造の2つの、会社に分けることにしたんだ。会社を効率よく経営するために、販売部門と、製造部門を分社化したんだね。そして分社後、セガは、輸出用の、娯楽機械製造にも取り掛かることになるんだ。この頃には、ジュークボックスだけでなく、カジノなどで設置されている、スロットマシーンの開発にも、力を入れていたんだ。アメリカのスロットマシーンの、デッドコピーではあったものの、ダイヤモンド3スター、ボナンザースター、プログレッシングスターなどの娯楽機器を作り始め、ラスベガスのカジノで興行を、博したという。セガのルーツ、セガ一戦の誕生。順調に業績を伸ばしていったセガだけど、娯楽機器の輸入に関しては、問題が起こっていたんだ。問題？そう、セガは貿易会社でもあるから、アメリカから大量の娯楽機器を、輸入して、日本で販売することが大きな売り上げの、柱だったんだ。しかし、1960年代の、日本では、商品を海外から輸入するには、お役所である通産省からの、輸入許可が必要だったんだ。そしてセガが、通産省へ娯楽機器の、輸入許可をもらいに行くと、通産省さん、輸入許可をよろしくお願いします。困りましたな、御社のジュークボックスは、娯楽製品ですからね。残念ですが、対価準備金に関しましては、制限させてもらいますよ。そんな、どうして通産省は、輸入を許可しないの？実は当時の日本では、海外からの輸入品に、限度額があったんだ。輸入品に限度額？そう、海外から商品を輸入するには、通産省に申請して、ドルの使用許可をもらわなければならなかったんだよ。これはドル枠と呼ばれていて、お役所が、海外貿易で取引できる外貨を、管理していたんだ。ということでセガは、国から、十分なドルの使用許可がもらえずにいたんだ。この通産省のドル枠制限については、理由があって、1960年代の、日本はまだ、海外貿易で必要な外貨準備金が、乏しい国だった頃で、娯楽製品であるジュークボックスに、割り当てできるドルは少なかったんだ。外貨不足だったから、規制して優先度の高い商品を、優先させたんだね。そうだね。そのため、海外から輸入できる娯楽機器には限界があり、セガにとっては売り上げが大幅に、減ってしまうことになるんだ。輸入が理由にできないと、商売になりませんね。そこで、セガが考えたのは、ジュークボックスの輸入に、制限があるなら、日本国内で作っちゃえばいいのでは。ということで、日本の自社工場でジュークボックスを、製造し始めたんだ。海外の輸入に頼らずに、自社でジュークボックスを作れれば、一気に国内のマーケットを、支配することができるからね。そういえば対等も、1956年に、ジュークボックスの自社製造を、始めているものね。セガの開発スタッフは、設計用具を揃えるところからスタートし、時には製造器具を自前で作るなどしながら、ついに1960年7月、セガ初のオリジナルジュークボックスを、完成させたんだ。このジュークボックスには、レコードが24枚も入っていて、48曲も選曲できる、高性能なマシンだったんだ。そしてこのオリジナルジュークボックスは、セガ一戦と名付けられ、これが大当たり。爆発的な大ヒット商品になるんだ。
ものすぐにセガの誕生だね。セガ一戦は、日本全国で発売され、あらゆる娯楽施設や飲食用である、バーやスナック、そして喫茶店にも納品され、さらにアメリカにまで輸出されたんだ。1960年代は、まだ有線放送もなく、オーディオ機器もまだ高価だった時代。お店で BGM を流すには、ジュークボックスは最高の、音楽再生機だったんだよ。セガ、ゲーム機の製造を、始める。セガ一戦のヒットで、勢いに乗った日本機械製造は、国内向けに、アメリカ製のものを真似たゲーム機を作り始め、日本娯楽物産を通じて、遊技場や観光地などに、販売網を広げていくんだ。ジュークボックスから、娯楽機器の製造販売へと、拡大していった、セガは、やがてアミューズメント業界で頭角を現していくんだ。ちなみに、1960年代から1970年代の、アミューズメント業界の、ナンバーワンは、なんと、セガで、そしてナンバーツーは、タイトーだったんだ。1980年代初めに、アーケードゲームの雄となるナムコは、この頃はまだ、セガの売り上げ規模の10分の、1くらいの規模で、ナムコにとってセガは、まさに雲の上の存在だったんだ。だから、ナムコの創業者の中村社長は、セガに対して、闘争心を燃やしていたんだね。だと、セガ。そのため、後に登場するセガの家庭用ゲームに、ナムコはなかなかサードパーティーとして、参加しなかったからね。セガと、ナムコは、20年にも及ぶ、因縁の関係にあるんだよね。セガエンタープライゼスの誕生。好調を続けていた、製造部門の、日本機械製造と、販売部門の日本娯楽物産は、そろそろ、会社を分けるより、一緒になった方が効率いいんじゃない？ということで、1964年6月に、再び統合することになるんだ。さらに翌年の1965年6月には、会社の規模が大きい方が、商売しやすいんじゃねえ。ということで、同じアミューズメント機器の、会社である、ローゼンエンタープライゼス社と、合併することに。ここに、株式会社セガエンタープライゼスが、誕生するんだ。おお、ついにセガ誕生だね。販売と製造の統合、そして外部会社との合併により、セガは、アミューズメント業界で、圧倒的な主役を持つ会社に、成長するんだ。そして合併から4年後の、1969年には、セガさん、もっと商売を広げたいなら、うちが出資してあげますよ。ということで、資本力強化のためアメリカの、コングロマリット企業である、ガルフ&ウェスタンの出資を、受け、アメリカ資本の巨大企業の、傘下に入ることになるんだ。1960年代も、セガは、合併や、資本参加など、目まぐるしい変化を、するんだね。まあ、セガは業界ナンバーワンになったとはいえ、アミューズメント業界は、浮き沈みの激しい市場だからね。当時日本の娯楽機器メーカーは、1000社以上あったと、言われているから、規模を拡大してビジネスで、優位に立とうとしていたんだ。そんな、生き馬の目を抜くような、アミューズメント業界の中で、セガは着実に、規模を拡大していくんだ。今回はここまで。次回は、自社開発のジュークボックスの、セガ一戦の大ヒットによって、アミューズメント業界で、頭角を現してきたセガは、いよいよオリジナルのゲーム機の、開発を始めることに。そしてセガは、第一期の黄金時代を迎えることになるんだ。しかし、1970年代後半になると、台頭のスペースインベーダーの、登場で、セガは、業界ナンバーワンの王座から引きずり下ろされることに。そこに、セガの中高の外も、言われる人物が登場する。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。